日本徳島県徳島市阿久井町阿久井町は徳島県徳島市の町名。現行行政地名は阿久井町1丁目及び阿久井町2丁目。2009年12月現在の徳島市の調査による人口は1909人、世帯数は827世帯。郵便番号は郵便番号770-0046。徳島市の北部阿久井川右岸に位置し、 北境は JR 徳島線が通っており、西は悪意川が北流している。鴨名地区に属している。北で南島田町、東で省町、南東で南省町、南で明東町、西で悪意川河川敷をまたいで国府町、和田国府町南岩の辺に隣接する。中央、国道192号が通り、北側は東に隣接する。 小町と共に古い家並みの市街地を形成している。市街地は東西に通る旧伊予街道沿いに発達したもので、悪意井川宮廷の東に一律カートがある。元は小町の一部で昭和18年に現在の町名となった。町名は古くから悪意井川では鮎を多く産し、住民がこれを食べていたことから起こったと言われ、悪意井は足食いとも書かれ、日本初期に 和紙十王の後、足食い別の居住地であったことにもよると言われている。悪意川宮廷は、タミヤ川やスケフル川から、徳島城下へ流入し、水害を引き起こしていた悪意川の右岸に、藩主、八塚家政が気かせた堤防で、よもぎ安定と呼ばれている。悪意川の氾濫とは逆に、流域の農民が、考えに困っていた、半世紀、中島伝の庄夜であった。 福祉道吉左門は、よもぎ安定の東に福流水を発見し、灌外用水の水源地とした。この用水は、袋用水と呼ばれ、水源地は、国道192号のすぐ南にあり、県の文化財史跡に指定されている。徳島県立総合看護学校、ありがとうございます。